このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。風雷の試練実況プレイ続きやっていきます。で、まあ今から入るここが風雷の試練の最後のダンジョンです。で、そして一番難しいダンジョンとなってます。まず入る。で、そうするとフェイがなぜかここを覗いています。で、話しかけると、あ、イキさん、大変なことになってあるよ。ダンジョンが難しくしようとして穴を深くまで掘ってたある。そしたらなんと他の洞窟に貫通して、なんだかとんでもないダンジョンが出来上がってしまったあるよ。私一回だけ入ったけど、とても怖くてもう入れないある。イキさん、私の代わりにちょっと潜ってくれないあるか。で、潜ると。いきます。すごく勇気が、そう、フェイの最終問題。まあ持ち物なくなるってわけで、すっげえ難しいよこれ。あれ、貫通しね。で、試練2の最果ての道と同じだね。それが一番難しいかな。まあなぜ難しいかというと、今言った持ち込みができないから。本来持ち込みしないで、その場にあるアイテムだけで行くのがシレンジャーなんだけど、あのね、実際は持ち込みたいよね。しかも全部ね、識別されてないからわからないんだ、効果が。あ、会心だな。会心の腕輪っぽいな。うん、会心の腕だったら別に悪くねえんだよな。これも保存かな。変化だったら困るんだよな。別のアイテム取ったらにしよう。で、このダンジョンの長さは99回あります。だから、おっと、使い捨て。識別だなこれ。識別の壺。オッケーオッケー。くそ。会心ってお腹減りやすいんだっけ。それだとやべえな。ちょっと外しとこう。おにぎり取って返しよう。で、草も確かだよね。うん、やっぱ会心だ。復活が、あ、疲れてもいいよ。そう、99回あるダンジョンだからね、相当長い上に。で、まあ、今までテーブルマウンテン30回、ブフーか、ブフーのダンジョンが26回かな。で、ワナシが16回。全部足しても99回になってないんだよ。だから、最難関と言われるダンジョンのゆえんかな。超絶難しいからね、これ。本当にね、
やばいよ。もう早速死にそうなんだけど、どうすっかなこれ。もうちょい、てか武器が欲しいんだよな。ほんとよ、武器くれ。盾がもうちょい強いのが欲しい。できれば合成が欲しい。ゴール向かおう。4回、あと95。投げよう。死んじゃうよ。多分ね、一発でクリアは絶対できない、これ。それできたらすげえよ。ほんとに。あのね、完全初見でやって、一発クリアができる人は、本当にすごいと思う。俺無理だよ。そんなできるわけねえじゃん。あ、ブフ来た。よし。ラッキー。お前、強すぎだろ。マジでやべえ。うん。キグニ族。キグニ族さ、いるの？そういや、キグニ族の種はあるんだけどさ、キグニ族いなくね？もしかしたらいるかもしれんけど、このダンジョンの奥だろうな。ウジに早いよ。開始の打ち上げって、ああ、じゃあ関係ねえじゃん。お腹減りやすいとか関係なかったね。じゃあ、普通に使うわ。ただ、おにぎりがなくて死んじゃう。いてーよー。あ、武器来た。よし。どうだるきゃでかいぞ、これ。ラッキー。いいね。今のところ順調よ。この武器がでかいわ。おにぎりくれー。くっそ、おにぎりが欲しい。あ、おにぎりいる。パワーアップ。ナイス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 。使い捨て。しねえのかよお前。またもう一個出たからいい。よーし、配信強すぎだろう。おっと、タウロスで、もうこの時点で言っとくね、一番強いモンスターがあのドラゴンなんだよ。アークドラゴンが出てくるのと、あと今いたメガタウロス、タウロスの進化系と、それが後半出てきて、まあ死ぬと思う。それは言っておこう。だって、あいつら確定ダメージ35くるんだもん。ドラゴンはね。ドラゴン確定35くらうから、もう死ぬよね。一歩ごとに35、35、35で死ぬんだわ。バカじゃねえのって思うよね。だから一番ね、ジェノサイドの巻物が、これあったっけな、忘れたな。忘れたんだけど、ジェノサイドがあれば、まずドラゴン系に使う。統制量は無視だけどね。
おっと、ドラゴンキラー、これもでかいんだ。お前さ、こいつだよこいつ、つわものじゃねえよ。一回しかやってねえのにさ、無理だろう。ちょっと待ってね、ごめん。フェイさんさ、突っ込んでたのはわかるんだけど、そうか、アナグラにやられてんのか。仕方ねえ。もう一回行こう。まあここで言っときます。5回挑戦してミスったら諦めます。あ、もう一回話しかけなきゃダメか。2回目、うーん、お武器、武器をよこせ。1つ目がらしい。よーし、一つ目殺しは使えないこともないけど、今序盤はいらない。これゲイズ系に使うだけだからね。使っとこも一回で使おう。あおい、マジか、それだったか。くっそ、おいバカ、うわ、あ、倒せる。あいつそんな弱えの？レベル2って結構強くいいんじゃねえんだ。へえ。てかカラス、小僧天狗のレベル2とか戦ったことなかったよ。無職、草で無職はねえだろう。こっち、アイテムが異常に少ない。いやー、ついで、ふん、よし、できる限り1回で全部識別していきたいからね。1回のはもう食ったって死ぬことはないから大丈夫だろう。1回、2回のアイテムは全部使ったって問題はないんだけど、どう？オッケー、次ー。おう、ただ武器があるのがでかいな。なんだ、大部屋、あー悪くない。ほくっ、外すんじゃねえよ攻撃を。よー、骨、一時しのぎだっけ、しのぎ。使い捨ての盾か、悪くはねえ。序盤の防御力30だっけ、30はでかいよな。お、見てこのダメージゼロっていう表示、すげえわ。
ただね、殺しきれないからどうしても 1,2 個減らされるんだよな。おっ、来たぞこれ。合計マジカブラ最強だからね。これ風魔の盾あったらさ、マジで悪くない。あ、これ合成だ。あー、これ復活っぽいな。ちょっと復活ってやっとこう。復活で、これ合成。合成が欲しいな。欲しいところ、銅たぬき、鉄鋼、牙が分かってる。あー、これを買う。見切り、あー、見切り欲しい。なんとかして手に入れたいとこなんだけど、大部屋がないな。大部屋使っちった気がすんな、さっき。おっと、待て。罠があったな。もしかすると、じゃあおにぎりがないのがちょっとやべえ。おにぎり腐っちった。なってない。くっそ。おにぎりが一番欲しい。ミスったな。おにぎりが、おにぎり不足で死ぬのが一番やだ。キグニ族よ。とりあえずどっち行く？自動は楽だな。あ、そっか、アイテム取らねえんだ。とりあえず次、あそこでおにぎり失ったのはでかいよ。まずったな。死んだなこれ。くそー、2回目はそういうオチか。ダメだこれ。ミスったなー。力尽きたー。くそー。まあ、合剣まんじゅかぶらが手に入るタイミングもあるから、序盤で手に入ればいけるな。いけないか？やっぱ問題はね、おにぎり。これね、武風の包丁手に入ったかな？忘れたな。まあいいや。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。Twitter のフォロー、チャンネル登録、いかがでしょうか？次回もよろしくお願いします。